それで今札幌に着きました。それで白い恋人のソフトクリームがあるということで、それ行ってみたいと思います、ね、よしね。これ食べます。念願の白い恋人食べます。いただきます。うん、ということでね、やっと念願の白い恋人がね、食べれました、ね、本当にね、白い恋人とは、ね、まあ、言うだけあって本当白かったですね。で、まあ、味も本当ね、まろやかで本当美味しかったですね。で、ちょっと今ね、見るところ結構あるんで、ちょっとちょこちょこそこを放送しますんで、みんな楽しみに待ってください、はい、じゃあ一応今札幌駅南口でした。じゃあまた動画出します。一旦さよなら。